はいリブラータックです。えっと、昨日のね、えー、夕方頃にポジション入れたやつを、えー、決済しました。で、これが、えー、損益、740円のプラスですね。で、途中にね、えー、クレジットが増えてますよね。2000円、3000円だったのが。これね、えー 拠出金で1万円ね、ちょっと入れてみたんで、そのなんかボーナスでクレジットが増えてるみたいです、で、僕、ちょっとクレジットがどれだけ増えるかとかはあの知らないんですけど、えー、まあ、増えてます、で、クレジット3000、これ、まだ残ってますよね、これ僕が、僕が最初にもらってたクレジットで、それで取引してました、で、えー、っと、結果がこういう感じで、えー、US、ここの辺りは負けてるんですけど、その後この辺りもこれ全部勝ってますよね。 450円とかも得てますよね。で、こういう感じで、ええー、になってます。はい。まあ、全体的には僕の勝ちかなって感じはするんですけど、まあ、なんせ300円のスタートで、 で、途中ちょっと1万円入れたんですけど、あんまりにも少ないし、トレンドできないんで <laughs>、ちょっと入れたんですけど、まあ、なんとかプラスになって、はぁ、あ、プラスになってる感じですね。残高11,025円。有効23,740円。この有効っていうのはクレジットも含まれてるからってことですね。はい。 あの、一番最初の3000分のクレジットも含まれてるし、今回入金した時にもらっ、に、プラスもらったクレジットも含まれてます。で、残高が1万1025円だから、え1万円入れて、あと、クレジットで稼いだ額が、これ多分1025円になってるのかな。はい。っていうことで、えー、2000、え三、ー、千からね、FX。 っていうのは、結局お金が少なくて、利益が少なかったんで、1万円投入してやりました。じゃあ1、11,025円に今日はなってました。はい。ありがとうございます。はい。っていうことで、えー、結果報告は、 えー、クレジットの部分がちょっとあるから、この有効額とか数字がでかくなってるんですけど、えー、最初の3000円を使って、えー、トレードしてて、途中でね、1万円注入してることになってます。はい。だから、えー、僕の現金っていうのは、最初の1万円と、あと3000円で得たお金、それが、えー、1000に飛んで25円あります。ってことで、残高が1000、1万1000、 25円。これが僕の、ええー、1日のね、ええー、まあ、3000FX。途中でま、1万円入れたんですけど、3000FX のね、ええー、1日の収益でした。1025円ですね。はい。まあ、昨日の夜ちょっとやっただけなんで、まあ、大して稼いは出ません。ええー、3000円だったんでね。はい。で、今日はね、この1 1 2 5円をもとに、 今日トレードしてみたいと思うんで、またね、動画あげますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあね、えー、これで終わります。いつもね、動画をね、見てくださり、あのね、ありがとうございます。今日の動画良かったと思ったらね、チャンネル登録とか、いいねとかね、よろしくお願いします。